浜辺美波がライバルと意識する女優は、同じオーディションから入った子がいて、女優の浜辺美波、23、が30日深夜放送の中京テレビのトークバラエティ番組、太田上田、火曜深夜 0.59 にゲスト出演。意識する同世代の女優について語った。太田光がライバルの女優さんとか意識している人はいるんですか?とストレートな質問をぶつけた。すると、浜辺は同じオーディションから入った子がいて、同期の子はライバルというより活躍してると嬉しくなります。上白石萌歌ちゃんとかと回答。浜辺は2011年の東宝シンデレラオーディションに参加。この年のグランプリが上白石萌歌で、浜辺はニュージェネレーション賞だった。そこで上田晋也が疑ってるわけじゃないよ。本当に上白石萌歌ちゃんが活躍していると、わあ、すごい。頑張ってって思う?マジで思う?と、さらに質問を重ねた。浜辺は、ちっちゃい頃は、そりゃ、良いなとかありましたよと10歳で芸能界に入ったことから、当時は、他の子がドラマ出演していると、羨ましい気持ちもあったと正直に告白。当時は、自分は何が、とか思ったんですけど、10年超えたぐらいから確実に皆、それぞれの道になってきたので、思うことはなくなってきましたねと20歳頃から。そういった気持ちもなくなったと心境の変化を素直に語った。